から NK 細胞って言ってさ、ナチュラルキラー細胞っていうのがこう出る、いろんなこうがん細胞とかこう悪玉のこういろんなものをあの退治するってもう医学的にも証明されてるわけ今や。だけどそんなのもない時代だけど、この人はもう実践やっていたわけで、テルリンさんは戦後か、戦前からなのかな、戦後だよね、戦争終わってもう15、6歳、もう中学生、高校生ぐらいの時にこの人のファンになって弟子でしたの、そういうつながりなんですね。で、お家は三線職人だるわけさ、ね、代々あの林助さんの父ちゃんは林山って言ったからさ、もう名工だろうわけ、三線職人、古典のね、あ、古典もやっぱりやってたんだ、で、本来ならそこの道に行くべきなんだけど、林助さんはそのいわゆる、まあ、当時お笑いとか漫談とかっていうのもないもんね、で、初めてその漫談っていうような形でこう行って、もうのちのくすうじさびらって一軒一軒こうお家に行くっていうことはさ、あのなんていうの、お前バカかっていうような感じでしょ、みんな、まあ、3人に1人ぐらいは死んでるわけだから、そこに行ってお前何を言ってるの、お前人が葬式夢中なのにってなんだけど、生きてる人の命があったのがもう喜ばしいことさ、だからあのお祝いをしようって、うちの薄氏サビラっていう、これ世界でも画期的だよな、これな、すごいことだと思うよ。で、このこれをやった人だ。はあ、そうなんですか、すごい。それをだからこうデルリンさんとか玉木充とか、まあ今のこうリンボ、始まります。始まる？早いな。どうぞ。Good morning! コウさん、これカフ入ってた？ちゃんと聞こえてた？全くこう、緊張感のない番組で、こう、あのね、オープニング MC を始まるまで、こう、ゆんたくはんたくしていました。AD のゆきちゃんに促され、始まります、始まってますという、こう、間髪入れずの、こうね、指示で、はい、まあ、タイトルコール入れたんですけどね、聞こえてたかな。まあ、ということで、皆さんおはようございます。水曜日11時から、こう、おはようと言ってる変な番組、群毛にござ、略して GMK のお時間でございます。今日のパーソナリティね、メインパーソナリティ私、ミスター・スティービーでございますよ。よろしくお願いいたします。そして、写真を一生懸命撮ってる、この方、エディの。あ、反対になってる？こう、これ、これか。ツイキャスギャ、これかツイキャスギャって、ツイキャスギャ。なんで？お、できた。今映りました。ね、朝の番組担当、マイオアシス。また逆になってる？2回押しちゃった。これかな？ここか。あ、来た来たね。はい、マイオアシスを終えたばかりのね、ゆきちゃんでございます。今日、おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。そして、ね、アシスタントこの方を、はい、おはようございます。逆光映ってる？あ、今日はちゃんと映ってます。ちゃんと映ってるね、はい、これぐらいだったらちゃんと映るんだよな。うん、そうなんです。だけど顔がめちゃくちゃアップなんですよ、この時。いいよ、なんでアップでいいじゃん。あ、本当？あなたアップに耐えられる顔よ。そうよ、はい、ありがとうございます。褒め言葉あるんですか？そうよ、よかった。もう美人目指してるまよちゃんでございますんでね。はい、今日はパンツルックなの？そうです、今日はちょっとかっこよく、かっこよくな、はい。そしたら、こっち歩いてくるときに外国人の方3人に、はーいって言って、おぉ、How you doing? とか言われてから、声かけられた、うん、ふーんって言って笑ってまいりました。さあ、そんなまよちゃんでございます。そして、ゲストは、ね、この辺でこう散歩してたワンワンちゃんです。おはようございます。お邪魔してます。お犬の散歩でしたか？そうですね、毎朝欠かさず散歩しながらタバコを吸ってるという方でございますけどね。後で、まあ、どんな人かね、ご紹介したいと思います。さあ、そして、今日1月28日、
はい、第5週ですね、最後の水曜日、うん、FM 講座スタジオ前、中央パークアベニュー、そして、ね、国道330号線、今信号待ちなんでしょうか、車が今1台通ったぐらいですね、うん、気になるお天気はですね、どん天でございます、はい、昨日がですねムーチーということでね、ムーチー食べた？いや食べてないです、まだ、まあ、お家にたくさん、あそうあるの、はい、あります、食べないとですよね、うん、1個ぐらいはちゃんと、うん、年の数食べたら死ぬけどな、あそう、まあね、いろんな方から、はい、鬼餅と書いてムーチーということでね、うん、旧暦の12月の8日、はい、ね、まあこれ沖縄でもムーチービーサといってですね、はい、この1年で一番こう寒いというね、うん、まあ、季節でございますけどね、はい、昨日一昨日までむちゃくちゃ暑くてね、晴れててすごいわ、夏かっていう感じな、ね、23、4度ぐらいまであったよね、はい、だけど昨日からまた寒くなって、うん、やっぱり一応ムーチービーサーではないよなと思ったんだけど、うんうんうん、夜からはやっぱり冷えたね、冷えましたね、風邪ひいてない、あ大丈夫です、大丈夫、はい、ね、そんなこう、ムーチーからこう、うん、一夜明けてね、はい、夜からこう冷え込んできてちょっとちょっと寒いぐらいかな、今日16度ぐらいかな、ね、最低が、はい、また冷えますか、もうちょっと冷えてくると思う、全国的にね今こう寒気団が入って、はいはい、こう冷え込んできてるので沖縄地方もねやっぱムーチー、ビーサーね、1日遅れでございますけど、はい、だんだんだんとこう寒くなるのかなと思ってますけど ね、 皆さんの地域はいかがでございましょうかね、うん、皆さんからのメッセージお待ちしております、メッセージはこちらまで761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp まで皆さんからのメッセージお待ちしてます、はい、ツイキャスもすでにね来てますよ、紹介いたしましょう、アルファウィングさん、グッモーニングコザという、ね、タイトルコールありがとうございますね、AKB マヨ神吉さん、スティービーさん、マヨちゃん、はい、ゆきさん、ゲストさん、グッモーニング、日記だね、AKB さん、ゲストまで ね、いつもありがとうございます、ワンワンまでこう拾っていただいてありがとうございます、AKB さんね、スティービーさん、月曜の放送見逃してしまいました、すみませんね、そう、去った月曜日26日からですね、はい、崎浜ゆいが、復活ということで降臨しております、もうねやっぱりこうスペシャルボケですね、ナチュラルと言いません、ね、腹抱えて笑ってね、アメリカから帰ってきてまたすごくなってました、もうパワーアップしてるよすごいパワーアップしてる、ね、すごいアメリカ、あいつさ英語喋ればいいんだけど絶対喋れないわけよ、恥ずかしいのかなのかね、はい、琉球新報の宮城さんおはようございます、取材でしょうか、ね、頑張ってますよ、地域のこうネタを探して、ね、日々活躍中、皆さん、ね、新聞は琉球新報をぜひよろしくお願いいたしますということで照れておりますけど ねさあ、メッセージ来てますよ、マーデーさんからです、はい、スティービーさん、マヨさん、はい、おはようございます、マーデーです、近々またギャラリーに遊びに来ますね、はい、ありがとうございます、ぜひお待ちしてますので、ね、はい、来てください、よろしくお願いいたします、はい、あこれね、あ宮城さんこう FM に来るのかな、 FM ですね、お、はい、そしてねこうツイキャス、ポリスさん、うん、この方お初でしょうかね、ね、初めまして、ポリスさんってマイオアシスとかにも来ない、お初でしょうね、はあ、2月1日から沖縄旅行をしますがシュノーケルできますかね、寒いですかね、ポリスさんあなた次第ですいや本当よ、あなた次第なの、うんうんうん、だからほら泳げるっちゃ、俺だ24度よこの間、うん、でも本土の方は入れるみたいですよね、うん、冬でも、僕でも入れる、あ本当ですか、ね、今年はまだ入ってないけど僕はね、うん、去年の初泳ぎがね1月のね、うん、9日ぐらいだった、ずっと泳いでるのよ基本的にはこうシュノーケリングやってるわけあじゃあ、はいはい、まあねポリさん、ね、沖縄のこう、まあ、こう気候状況っていうのは、うん、基本的にはもう皆さんからしたらどちらから来るか分かんないですけどね、うん、大したことないです、そうですね、柔道を切るとですね、琉球新報のね一面にね諏訪、国神奥で 9.8 度みたいなね社会現象ニュースになります、ただねなんで柔道切るぐらいだと思うんですけど、1メートル、まあ
マイナス1度と言われています、風がですね。でこれが風速がこう15メートルとかこう20メートルぐらいあるとですね、むちゃくちゃ、まあ、マイナス20度ですよ、20メートルだとね、だからむちゃくちゃ寒いのよ。これは北海道の人でもこう東北の人でも寒いという。ただ、海中の気温は水温は、はい、まあ、そんなに寒くないので、あのシュノーケル、あの基本的に、ウェットスーツ、5ミリぐらいのこう薄いやつでも全然大丈夫。僕はあのウェットスーツしなくてもあの年中泳ぐすごい、まあ、あのちょっと長袖の T シャツとね、全然僕は問題ない。大丈夫なんですか、だからあなた次第って言ってるわけ。あ、そっか。で泳いでる時はね全然問題ないわけ、はい、ただ、水面から上がると風とかであ寒くなる、余計こう寒くなる、プル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 ってきますんでね。そうなんだ。まあそれをちょっとこう参考になるかなんか分かんないですけどね、ポリさん、まあレンタルでもね、まあ薄手のこう、ウェットスーツこう、はい、安くで売ってると思いますね。まあ安いのだとネットとかでもね、あのサーフィン用のほら七分袖とかね、そういったものなんかももうほんと3000円とかぐらいでもしかしたらゲットできるかもしれないので、この際だから買っちゃって、はい、レンタルしても同じぐらいの値段だと思うので、ね、それでこういわゆる3点セットね、3点セットも現地で買っても1キッパぐらいで安いのあるよ。おお、スティービーさんすごい上手。ピンはさすがに1キッパで買えないな。うん、まあだからそれぐらいだったらそんなこう荷物にならないと思うので。あ、千葉からって。あ、千葉、せっかくなので青の洞窟行ってきます。あ、青の洞窟だったらいわゆるあの周辺、あのネットでも検索すると、まあ、読みたんなのでね、はいはい、行ったことある？あります。あの見たことは、泳いだことはないな。ちびさんも青の洞窟は行ったことない。あ、そうなんですか、行ってみたいです。あれ前田岬とかあの辺だったかな、それぐらいだよね。前田岬むっちゃ綺麗なのよ。だからあの周辺のこうダイビングショップとか、はい、まあ、ネットで検索してもうそのまんまこう予約をしてね、いわゆるこうウエットスーツとかこう、はい、3点セットもこう込みで、はい、いくらっていうガイドもつけてっていうのが多分あると思いますんで、はい、それやればねもう間違いなく泳げます。はい、来てください。ぜひね、沖縄の青い海をね堪能してください。はい、さあここでね、あ、ポリさんありがとうございますということでね、これからもよろしくお願いします。お願いします。ここで大事なコマーシャルその1、どうぞ。 CM 明け始まる。早そうね、金城由美さんって知ってる？金城由美さんって知ってる？エリューさんのセッション当たりました、メールが。エリューさんのセッションってなんかプレゼントしたの？そうなんじゃないですか。あ、そう。でもこれなんかあれみたいよ、カウンセリングみたいな、こうなんかあんな感じじゃない、セッションって言った。当たりましたって、それプレゼントだったんですかね。プレゼントなのかね、こうセッションの内容が当たったっていうことだから、よくわかんない。なんだろう、メールが来てるから。FM 小佐。こんな CM やってるんだ。これ吉本関連か。さあということでね、CM 明け、ね、進めていきたいと思いますけどね、前はこの1週間こうどんな風に過ごしてましたか？この1週間ですか、久しぶりにヤンバルへ行って、
で、あ、マジ？はい、で、おじいちゃんとおばあちゃん、勝山です。あ、勝山、はい、行ってきました。シークワーサーのこうね、はい、勝山、そうです。そこで、うん、公民館の区長さんがなんか500坪ぐらいなんかみかん畑をしてて、うん、そこで一人でみかん盛りしてきました。お土産は、ああ言ったから持ってくる。お土産いっぱい食べたでしょ。何だ、タンカンかなんか。タンカンです。タンカン今甘いよな。はい、だからもう好きなだけ持っていきなさいって言って、 あったよ。スカンサー、あー、また次回ね、はい、タンカン本当に、ね、今こう時期なんでね、はい、ポスティビさんさ、こうキズモンとかでさ、市場に回らないやついいか、安くて売らないかなって思ってんだけど、なかなかああいうとこ見つけられなくてさ。そうなんですか。なんかこう民家のさ、うんうん、なんていうの、軒先でこう、袋でこう無人販売で、はいはい、薄まさ入ってこう100円ぐらいであんなのないかなと思ってさ。そうですよ、ね、野菜はよくあるんだけど、ありますけどね、見かないわけよ。見かけないですね、確かに。でもおかしくないと思うんだよ、キズモンので。ジュースにしてるかもしれない。あ、もしかしたら。そうだな、そっか。あ、ジャムとかね、うん、保存に効くものな、ね、あ、うまいよな、タンカンね。タンカンジャムにするとむっちゃうまいんだ。あ、そうなんですか。うん、ぜひ皆さん、プレゼントはこちらまでね。こちらまで、どこやねん。こちらまでよろしくお願いいたします。さあ、ということでね、まやちゃん、はい、今日のね、まあ、ゲストというかさ、うん、この辺こう散歩していたワンワンね。はい、通称この地域でワンワンって言われてるんだけど、はいはい、お名前僕知らないわけよ。あ、そうなんですか。ワンワン、まずこのワンワンさん、お名前は何さんなんですか。はい、あ、お名前はですね、うん、一応犬塚と、うん、あ、犬塚、一応、はい、犬からこうワンワンになってるのかな。まあまあ、そうですね、そこから来ています、はい、ただこう、はい、この辺界隈をこう散歩してこうマーキングしてるだけじゃないわけね。一応まあまあ、ちょっとだけ仕事してますから、はい、ちょっとだけ仕事してる、ちょっとは、はい、それはいかないと思うけどな。、所属はどちらなんですか。NPO 小座町社中というところで、うん、はいはい、NPO で、ね、はい、いただいております。東理事長にはいつもお世話になってますよ。はい、はい、そこで、あなたはいつも散歩してるの。違うか。一応、はい、そうですね、うん、まあ、そこで、まあ、散歩の時間ももらいつつも、ね、うん、まあ、ちょっと仕事もしろと、ね、最近このなんかポスターとかチラシらしきものを持ってこう徘徊してるんだけど。そうですね。何をしてるの、あなた最近。これは、うん、まあ、一応散歩ついでにっていうことでちょっと持たされて、うん、ついでか。散歩がメインです。うん、散歩がメインね。はい、で、マーキングついでにこうチラシをついでにポスティングして、はい、あはっていう感じです、ね。これ何のこうチラシなの。うん、うん、まあ、ちょっと2つありまして、はいはい、はい、まずはこのメインからいきましょうよね。メインからね、うん、メインがミュージカルが来ます。で、テーマがですね、うん、オナハブーテンさん、ウリね、ブーテンさんですよ。あのブーテンさんですよね。あのブーテンさんですね。まあ、うん、多分若い方、多分なかなか知らないのかなと思うんですけど、知らないかもしれないんだけど、小座ともゆかりのある人というかね。そうですね。まあ、小山中ではないんだけど、うんうん、厳密的にはね、はい、もう本当に、まあ、4月に行われるテルリン祭というね、テルヤリンスケさんの、はい、お師匠さんというような方なんだよね。沖縄のチャップリンなんて言われて、うん、はいはい、なんてもう本当今だったら米軍基地とかね、うん、お笑い米軍基地とかいっぱい沖縄の ね、お笑いの人たちいらっしゃいますけど、ね、これずっと辿っていくと、ブーテンさんに、ルーツはブーテンさんに辿り着くのよ。そんなすごい人が、ね、3年ぐらい前かな、はい、NHK の BS かなんかでさ、うんうんうん、すごいそういったルーツをたどったやってた、うん、番組やってたのよ、はい、でロケはさ、島袋雄英って言ってさ、 あそこで島袋雄英でやってたんですか。島袋雄英でロケやってたのよ。だから本当に劇場感を出して、で、いわゆるこうブーテンさん役のこう役者さんと、うん、当時のこう資料のポスターとかの辺もこうやって、うんうん、2時間番組かな、1時間番組がやってたんですけど、ね、面白かったよね。かなりいい番組でしたよね、うんうん、まあ、それぐらいこう有名な方。あ、そうそうそう、すごいですね、その方のミュージカル。オナハブーテンさんって知っていた。いや、さっきスティービーさんから聞いて、はい、初めて聞きました。うちのグスージサビラーっていうのは知っていた。はい、すごいです、ね、だからつながったっていうか、焼肉ごへんじゃないよ。あれはこう焼肉ごへんさん、グスージサビラっていうのがね、はい、こう、シャメ、シャゼというかね。あ、そうなんだ。そう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 。僕はもうあれ聞いたと、あ、
もうブーテンさんだって思うぐらい、それぐらいまあね、まあ、有名な、そうそう、はい、まあ、今年ね戦後70周年じゃないですか、そうですよね、まあ、そういう意味でもその70年前、その沖縄で戦争があって、で、はい、で、まあ、たくさんの人が亡くなったところでね、ぬちのぐすじさびらということで、もうどんどん家に上がり込んでいって、葬式ね、もうみんな悲しんでるところに、やってるところに乗り込んでいって、もう最初はね、何しに来たみたいな、ね、うん、こんなね、みんな悲しんでる時に、若かったよ、ね、喪中のお家にこう乗り込んで、のちのぐすじさびらーっつって、命のお祝いしましょうって、あんたここ崇高だよっつって、もうあの葬式会場になんでお祝いするの、はい、っていうことなんだけど、実はそのこう、まあ、県民の3分の1がこう亡くなったと言われる沖縄戦を生き残った大事な大事な皆さんの命のお祝いをしましょうっていうことなんだよね、素晴らしい、この発想がさ、おそらくこう世界でもこう稀というか屈指だよね、ですよね、残ったみんなが明るく、はい、あの過ごしていく、でそれを今度は自分の子供とか孫に伝えていくっていうのが、その生き残った人の使命だよって、というか、ね、だから笑おうっつって、やっぱあの、心半ばでさ死にたくなかったと思うんだけど、みんなこう命を絶たれていくわけよね、はい、でその人たちのために命のバトンを笑顔で笑って生きているっていうことは素晴らしいことだよ、でまたこう命のバトンをつなごうっていう、もう深いよね、哲学者だよねこの人ね、本当に素晴らしい、その人がオノハブーテンさん、ね、すごいですね、で先日あのゆきちゃんの番組でね、コザジラバでも、あのワンワンと、リンボーさんね、こう出てきて、こうあのいわゆるヤマトン中2人に囲まれて、こうリンボーさんがね、当時 の, こうなんかあの音源かなんか流したんだよな、で何を言ってるやらわからないというようなこうな、そういう状況があったんですけどね、でもリンボーさんはすごいウケてるんですよ、ああな、もう腹抱えてな、そう超面白いって言ってねえ、あのなんかヒトラーの話やってたよね、うちな口で、このうちな口をちょっとドイツ語っぽくして面白くしたり、聞きたい、面白そう、まあだからこうタモリさんがね、あの中国語とか朝鮮語をこうやるような感じで、こうおちゃらけでそういう雰囲気のこうあのなんていうかな、あのドイツ語っぽくこう話して、もちろんこう方言でねこうってやるやり取りがもうあの林次郎さんには大受けだったというね、まあでもあのエッセンスはこう大和の人であろうが何だろうがこうやっぱ感動する、もう世界中の人が感動するわけであって、そういったこうオナハブーテンさん、もともとは歯医者さんだったらしいね、戦前、でやっぱりもう戦前はもうね、学徒動員とかこう、もう鉄なんかも全部こう軍にこうあの持っていかれてね、物がない時代、で、まあ、物がない時代でも歯委託する人はいるわけであってね、でこう治療しに来たら薬もないわけよね、で麻酔とかもないもんだから、抜歯する時それで痛いよね、痛いんだけどこう本当にあのパッチアダムスのように笑かして、ハハハハって笑ってるとピッてとこ飛ぶらしい、もう分からないうちに分からないうちにすごいすごいでしょ、パッチアダムスよりずっと前の人ね、素晴らしい、それをやってた人もっと名前広まったらもともとはこう歯医者さんだけど、どうやったらこう物がない時代にこう、患者さんにストレスがないようにやるかっていう、たどり着いたのがお笑いなんだろうな、そうでしょうね、まあ、だからこう戦後もこうみんなが打ちひしがれてる時に、やっぱこう元気づけるために命のお祝いしようっていうのが、それがこう、当時中学3年生とかこう15、6歳ぐらいのね、照屋凛介さんにこうつながって、もう後にこうテルリンさんは渡部将とかね、沖縄初の漫談家ですよね、そうそうそう、僕はまあまあブーテンさんの続いてっていうことだからね、続いてね、だからテルリンさんはでそこで今度はコザでそういう活動をし始めて、また花開いていくわけです、なんか面白かったのが、あのテルリンさんが初めてその三振で、まあ漫談みたいなことやるんですけど、この曲芸引きみたいなのし始めたって、今のロックンローラーがやるのが感じだよね、あれ初めてやって、
って、で全国放送かなんかに乗って、でもう最初はやっぱりバッシングだったって。ね、もうなんであんな、まあ、真面目に曲とか、いわゆる三振古典とかね、ちゃんとやるもんだと、うん、何やってんだってなったんだけども、逆にもうそれでバーって人気が出て、で最終的にはまあ小座だからしょうがないよねみたいな。でもこれすごいいいなと思って、小座だからしょうがないな。この土地が生み出したっていうのもあるよね。そう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 、だからそういう指摘だなと思って。ね、まあそういう風にもつながってくるし、うん、その後はね、うん、あの松竹歌劇団、そう、あの玉木満さんとか、うん、ね、ね、うん、しんちゃんね、津波真一さんとか、うん、そういうところにつながって、今度はまあお笑い米軍基地ね、うん、ああいうところにもつながっていくわけ。まあ、あの林助さんは劇団という形ではなくて、漫談賞渡部賞っていうので、もう楽器こうエレキギターから三振からもうドラムからっていうので。もうこう、ライブしながらこう漫談をするっていうね、そういう手法を取ってたのさ。で、そのこうお弟子さんの玉木満は、松竹歌劇団というね、はい、沖縄で初のお笑い劇団っていうのをこう立ち上げるわけよ。そうなんですか。で今はほら、うん、FEC とかね、うんうんうん、オリジンとか沖縄吉本とか、いろんなこう流れにつながっていくんだけど、元をたどっていくとそうなるんだよね。あのお笑いポーポーって、うん、はい、分かる、知ってる、はいはい、知ってる、知ってる。昔のレンタルビデオ屋のこう一番人気だったよね。そうそう、結構なんか伝説のあれです、はい、番組って言われていて、はい、結構内地のね沖縄ファンの人も、うん、お笑いポーポーは知ってる、うんうん、まあ、そういうのを、まあ、玉木満さんね、ね、こう続いてるっていうね、こう、うん、あのまあこうブーテンさんのこう、マインドがこう、うん、今にも続いてるっていう、 そうそう、それで今回こうミュージカルになったのね。はい、ま、その どこか松竹さんがやるの。いやいや松竹さんではない、うん、よくあの沖縄に、うん、来てる劇団で、はい、わらび座さんって、わらび座さん有名ですよ、うん、そうです、秋田のわらび座、ね、うん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 、でですね、うん、で笑いは続くという、うん、今ね、はい、ずっと今までお話ししてた、はい、そのものの内容がタイトルになってるんです。はい、あ、なるほどね、そうだ、笑いは続く、ミュージカル笑いは続く、ゴーゴーゴーと、うん、どんどんずっと続いていきますよと、なるほど、ね、いうことのタイトルで、うん、やります。で、うん、はい、すぐね、近くの足びな、もうこの FM 小座のスタジオからこうずっと一方通行こう直進していくと、うん、こう、ね、突き当たりがコリン座っていうのがありますから、はい、そこの3階、はい、沖縄市民小劇場足びなで、はい、はい、沖縄市政40周年記念、はい、ね、事業ということで、うんうん、ミュージカル悪いは続く、ゴーオンゴーオン、はい、オナハブーテン物語、ね、これが2月の6日金曜日、はい、そうです、もう来週、来週の金曜日ですね、早いね、はい、来週の金曜日で、はい、会場が18時30分、はい、開演が19時、はい、会場はこう沖縄市民小劇場で、前売りが2500円、はい、で当日は3000円というふうになってますね、はい、で主催はまちづくり NPO 小座町社中さんで、まあ、公演に沖縄市、はい、沖縄商工会議所、沖縄市観光協会、沖縄タイムス、琉球放送、一般社団法人、沖縄県歯科医師会、ほら歯科医師会がついてるよ。そうだ、ね、そういう感じで、そうですね、これがさ、うん、ちょっと俺初めてなんだけど、はい、通常前売りで安くて2500円だけど、はい、これなんとか割とかっていうのがあるの？すごい素敵なものだ。携帯みたいな、いろいろあの割引キャンペーンを作りまして、うん、はあ、割引キャンペーンをちょっと紹介して、はい、一つは親子割ですね、うん、お親子割、はい、親一人さん、はい、大人1人、お子さん、まあ学生、はいはい、大学生ぐらいまで、ね、うんうん、いいので、はい、お子さん一人と、はい、だから2枚で、2000円、はい、違うよ、親子割は4000円、あ、4000円、あ、あんたもう半額してるよ、それ、それ大丈夫か、大丈夫か、二人で4000円、ね、はい、そうだからこうかなり安くなってるんですね、はい、もうあの前売り券に1000円安くなってるってことですからね、はい、ということです。で2番目に、はい、2番目に、うん、まあ、成人祝いということでね、1月成人式がありましたので、うん、2月6日、まあ、までに、はい、20歳になっている方は、500円割引の2000円こっきりと、
20歳割り、はい、2000円ポッキリ、ね、若い人たちにもぜひ見てもらいたいので、ちちみさん19歳だけど当たるかな。ああちょっとまだ無理か、もうあと1年だなあと3番も4番もあるよほら、はい、うん、3番目、うん、さっき出ましたが、はい、市政40周年です、沖縄市がね、うん、それにまあかこつけて、うん、40歳ちょうどになる方ですね、2月6日まで、ね、ほうほうほう、2月6日時点で40歳ちょうどになった、すごい、はい、うん、ですね、うん、それともう一つ最後に、うん、まあ、戦後70周年ですので、うん、ちょうど70歳の方は、うん、あまたこれも2000円ということでご案内しております。うん、いいね、これ受付足びなの窓口のみの受付になってますので、はいはい、窓口のみでね、はい、だからこう前売り買わないで、うん、その割引に該当者の方は、うん、そこで、はい、窓口に行くか、うん、あもう電話でもう大丈夫ですので、うん、はい、はい、お願いします。まあ、そうなんですけど、うん、これのこう、なんていうの、プレイベントもあるんだよね。はい、そうなんですね、うん、ちょっと紹介していただいてよろしいですか。はい、こっちがですね、はい、もう今週の日曜日になるんですけど、うん、はいはいはい、このブーテンさんのミュージカルって、うん、県内全域でやるんですよね、はい、なのでやっぱりちょっとコザっていうところから切り口を一つ持ちたいなと思いまして、はい、うん、コザのお笑いをまたこう見つめ直してみようと、うん、昔の先輩のこの遊び心みたいなものをですね、うん、聞いて、まあ、体験しようみたいなことで、うん、コザお笑いこと始めということで、日曜日の3時からですね、一番街の中に、はい、コージーセントラルという、まあ、ちょっとおしゃれな建物がありまして、焼き鳥鳥五郎の右隣ね、そうそうそう、はい、うん、で元マルゴビル、マルゴっていうのが、マルゴっていうの知ってるのはね、おそらくこう40以上40以上でも厳しいかな、45以上かな、そうそう、うん、ぐらいかな、うん、まあ、そこで、やります。で、うん、なんと出演者がですね、もう本当に豪華というか濃いというかですね、はあ、まず美瀬義勝さん、美瀬勝さん、美瀬勝さん、うん、キャンパスレコード、はい、それから、先ほども出ました、うん、玉木満さん、ゆたしく、はい、うん、で、照屋林次郎さん、ウリハリンボー、この前もね、林坊さん、照林さんの息子さんですね、うん、でこのお三方がその当時の子供のお笑いの昔話や裏話を、はい、うん、もういっぱい話をしてくれます。で、まあ、お話だけじゃね、なんだっていうんで、うん、やっぱり音楽もということで、うん、なんと前川主健さん、源、うん、ちゃんですね、うん、が特別に出演いただくと、これ本当に贅沢だよね。ね、やばいですよね。でもこれが おいくら万円になってんの？これがね、うん、なんと無料万円でございます。え、マジかよ。ダーターね、これ。ダーターです。マジ？はい。これは見るしかないよね。うん、もう来ていただいてですね、はい。2月1日も来る日曜日でございますよ。はい、日曜日の、3時からですね。ね、14時30分会場で、うん、15時開演、ね、はい、会場がコージーセントラル1階の方でいいんだよね。1階ですね。うん、なのでこれはね、本当に大和の人から見るとね、もうこれやばいです。喉から手が出るほど欲しいチケットをこう無料なので。もう最前列っていうのはね、早めに行ってこうね、そうですね、座った方がいいね、はい、うん、もう間近で聞いてもらえればね、はい、嬉しいですね。これ主催はまちづくり NPO、はい、小座町社中さん、特別協賛で小座信用金庫、はい、お問い合わせが沖縄市民、小劇場アシビナー、098-934-8487、934-8487、はい、これミュージカルの方もね、ぜひ皆さんこちらの番号で大丈夫なのかな、はい、ね、ワンワンいますか、はい、って聞いてね、気軽に声をかけていただいてね、はい、俺41だけどこう40でなんとかできないとかさ、あ、そうですね、まあ、そういうや柔らかいやつはまた個人的に話を受けますので、個人的にな、はい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います、はい、ね、ゆきちゃんこう音源あるの、うん、ありますよ。ちょっとこうじゃあそれをこう聞いて CM 行こうかな、うん、じゃあちょっと漫談の部分から、うん、はい、民謡やってるとこ含まれてるやつにしましょうね、はい、うん、よろしくお願いします。じゃあブーテンさんの生声です、どうぞ。はい、お疲れ、あ、うん、ありがとうございます。それでもそのCM やから大丈夫よ。お疲れ、え、マジでこれ俺も割引だな。オッケー、じゃあ行く、行く、これも行くよ、これも、うん、うん、ありがとうございます。じゃあ受付で名前言ってもらったら、うん、まあ、そこで2000円了解、了解、何歳割りになって、え、
四十割にしとこう。四十割にしとこう。もうありがとうございます。オッケーオッケー。また、はい、またよろしくお願いします。ありがとうね。はい。じゃあ頑張って。お疲れ様です。はい、お疲れ。これ音源誰が持ってたの？私も持ってるし、ムグカさんも持ってる。あ、持ってんの？ネットかなんかで？いや、これを出してる、なんだっけ、BC レコードとかいうところがあって、2枚だけ出てるんですよ。はぁ、はい、ちゃんとプレスされて出てるんだ、はい、そうね、うん、はぁ、風天さんの音だけ入ってるのが、へぇ、よく残ってたね。そうそう、だからよく残ってたねってやつをまたこれを残しとかないとって思ったって。そうだよね。で CD にされたんです。割とクリアだよね。うん、すんごいなんかノイズがいっぱい入ってるかなと思った、うん、そうでもないよね、うん、すごいやつさ、うん、だから夜のほらあのなんかテルリンさんの番組があるさ、はい、あれ俺楽しみでさ。 ありがとうございます。あのライブよりもやっぱこう、あ、ライブっていうか歌よりも、はいはい、あの話がよ、歌の入るまでのあれがさ、勉強になるわけよ、すっごい、私もそう思います。あれはあの月水金と言わずにあの月金でずっとやってほしいなと思うんだ、うん、だから再放送でもさあのシャワー浴びてる時によく聞くわけ、うん、で、あ、今日はここまでとかや、明日ここまでとかさ、はいはい、ちょっと時間ずらしてかこう聞いたりするわけ、はいはい、あれいいんだよな。あんなのもやっぱ残すべきだよね、やっぱね、うん、あれは、うん、一応テリアリンスケ三振店の人が自分の好きな曲をかけるという番組なんですけど、うんうん、テルリン祭まではもうテルリンかけようって。ああ、絶対その方がいいよ。これリンボーさんが選ぶの？あのリンボーさんのお姉さんのひでこさんが。あ、そう。もっとああいうのをやってほしいな。最初ほら、リンケンバンドの曲ばっかりだったから、はいはいはい、って喋り入らないのって思ってたんだけどさ、絶対あれはもうすごい貴重だなと思って。で、多分あんなの放送するとこないでしょ。うん、ないよ。だってわけわかりませんもんね、うん、そこだけ聞いた場合ね。いや、コミュニティ放送でも多分やったことないと思うから、あれをそのカテゴライズでこう流すっていうのに意味がある。すごい。あれはほら普通の人でもわかるさ、あの大和の人でも、うん、あの、まあ、共通語チックでこう、うんうん、あの方言入れてやるからわかりやすい、うんうん、若い人でもわかる、うん、あれあのさあの、なんつったっけな、あの、なんていうペーシーじゃなくてこうあれを都の音源のやつをさ、あれすっごいなと思って、宮古のね、なんかこう木を倒してなんかやるようなものなのかな。クンジャン砂漠いいですか？あ、クンジャン、そうそうそう。クンジャンはクンジャンですけど。クンジャン、砂漠いは国神さ。あ、はい。で、あそこのはないんだけど、はいはいはい、それのこう宮古のものが残ってるっていうのはさ、うん、もうこう影恋みんなこれなんか笑いながらこう、うん、作業をやってるわけ。うん、それは恐怖があるから。そうそう。これはすごいいい勉強だったよ。FM 講座。私ですね。あ、ゆきちゃんなの？あれ、はい、そうです。あ、そうなの？かわいい。もうね、俺、かまどおばあかなと思って。ね、ツイキャス来てますよ。ね、これ、沖縄北さん。はい。FM 講座の夜中放送、無人放送でブーテンさんやってるよね。そうなんですよ。あ、テルリンです。あ、テルリンさんのやってるんだけど、中で流れたかな、ブーテンさんのやつも。いや、わかんないんだけど、もしかしたら流れたかもしれない。ね。あれ、テルリンさんのやつね、こうやってますね。
うん、それから沖縄北さんね、スティービーさん、ブーテンさんとお友達だったの、弟子だったとか、僕はほらもう根っから真面目だからブーテンさんのようにこうあのお笑いができないわけよね、ということでございますよ、それからね、AKB さん、先週の1週間はインフルエンザで寝込んでました。まーちゃん、スティービーさんと俺のお土産はってほら言われてるよ。今日言ったから、ね、今度今度だよ、はい、ねえ、メッセージ来てるかな。メッセージ大丈夫か、はい、ちょっとメッセージもチェックしようね。あ、大丈夫だね、はい、まだ来てないというような感じでございます。さあ、ということでね、今こうね、いろいろこう聞いていただきましたけど、はい、前はどういうふうにこうあの感じました。私お笑い大好きなんですよ。あ、マジ。うん、あ、そうなの。大好きで、うん、でまたミュージカルも好きだから、はあ、はあ、これなんか2つ一気に好きなものが見れると思って、はあはあはあ、すごい興味持ちました。はあ、はい、もうすごいなんか行きたいです。だから私は割引、うん、親子で行けば割引できる。あ、そうそう、親子で行けばね。やった。もう絶対これ見た方がいいよ、ね、でこれさ、はい、あの劇団わらび座ってこうね、劇団もすごい有名なんだけどね、うん、こう秋田の本当に田舎で、はい、この劇団で町おこししてるわけ。ワインだったかな、なんかね、いろんなあの商品もこう作って、はい、でそれもこう販売しながらこう劇団をこう、ま、あのそこで定期的に公演をして、はい、でまたこう全国巡業とかもやってるわけ。いくつかこうあのものがあって、これは全国巡業に行くやつ、これはまたこう現地でやってるっていうのも多分あるはず、うん、でこれにですね、これさっきワンワンこう言ってなかったけどさ、はい、こう後ろのキャストっていうとこがあるでしょ、ね、はい、ここでさ、金城翔子さんっていう人が、うん、はい、この人沖縄市出身、沖縄市中野町小学校出身。そうなんですか。高校どこかな、小座校かな、どっかな、翔子ちゃんどこだったのかな。そう、っていうので、去年一昨年かな、劇団わらび座が来て、はい、あの時はミュージカルのね、なんつったの、思い出ポロポロでしたっけ。ああ、そうそう、思い出ポロポロ、あの、あの何だったっけ、ジブリの、うんうんうん、ジブリの作品で唯一実写版というか、はい、芝居になったのこれだけって。あ、そうなんですか。あの普通許可取らせないって、うんうんうん、だけどとってもそういうこう、まあ、あの劇場版と演劇版のこうわらび座さんの、はい、脚本がものすごくこう良かったので、うん、あの許されたっていう風に聞いてますよ。思い出ポロポロね。もうあれ沖縄市民会館、ね、大ホールでこう見てですね、で金城翔子さんさ、結構こうあのなんてこう3枚目の役をやるんだけど、すごいのよ、こうあの鉢切れるぐらいのこう演技力でさ。そうなんですか。あ、これすごいなと思って。あ、興味。で金城翔子さんとは、ね、僕あの、うん、面識がなかったんだけど、うん、お父さんはね僕知ってるわけ。あ、ね、うん、沖縄市の博物館にずっと勤務をしていて、今もこう定年されてるんだけど、はい、あら金城さんっつってさ、こう久しぶりにお会いして、うん、実はこう娘がこの、わらび座でね、うん、出演するからっていう話を聞いて、あ、絶対見に行くっつって見に行ってね、すごく良かったんですよ。そうなんですか、うん、日曜日に小座ジラバで電話インタビューさせてもらったんですけど、はい、うんうん、あの今回はショコさんに、はい、うん、オナハブーテンさんのお母さん役と、あ、なんか、あ、その他いっぱい役な、一人5役ぐらい、そうなの、されるそうです。いいですね。前回もね、何役かやってたよ、うん、なんか着ぐるみ着てなんかの役とかね、もやっていた。だからすごい、あ、この人すごい鉢切れてるなって思うぐらいこう、うん、あのこう、まあこんな恥ずかしさがあったらこうできないんだけどね。そうですよね。お、素晴らしかったよこの人は、うん、あ、じゃあぜひ見に行きます、ね、こう、はい、ブーテンさん、沖縄のチャップリンと呼ばれた男、ぬちぬぐすーじさびら、命のお祝いをしましょう、焦土と化した太平洋戦争直後の沖縄で、ぬちぬぐすーじさびら、命のお祝いをしましょうと、三線を片手に人々の中に入っていったオナハブーテン、そんなブーテンさんの、姿とお笑い、笑いはさまざまな悲しみや苦しみを背負いながらも未来に向かって生きる私たちに大きな勇気を与えてくれます、はい、明治、大正、昭和と激動の時代に敗者でありながら芸人であったオナハブーテンの泣き笑いの人生を沖縄の芸能に乗せてお届けします、はい、物語、1917年、師範学校を卒業して、訓導、
尋常小学校教員になった、うん、小那覇前校ブーテンの本名さん、うんね、本名だって、先生もやってたんだ ね、これ知らなかった。すごいですね。本土の日本歯科医学専門学校に進学する援助の手が差し伸べられる。期待を背負って上京した前校は、大正デモクラシー、浅草オペラ流星の東京で持ち前の基地とエネルギーを発揮して貧しさと差別を跳ねのけて学問に励む。沖縄に帰って歯科医を開業、家主に三線を習い、そう家主から三線習ったのね、青年団活動で芸能に励みながら、踊るように歯の治療をする前行、笑い転げあっけに取られて痛みを忘れて帰っていく患者たち、いつしか前行は、踊るハージェーク歯医者さんと呼ばれるようになっていく。しかし日本は太平洋戦争へ突入、うん、戦争の嵐が沖縄を襲う、てんてんてんというね、はあ、こう本当にこう興味の出てくるような方 ね、あのなんかあの人間味にあふれるっていう人だったんでしょう ね、まあその人の音源も残っていてこう CD 化もされてるってまた素晴らしいね、うんうん、やっぱ残したい、残さないといけないって思う人がやっぱいてね、CD 化になって、ゆきちゃんも持っていたというね。はい、はあ、これ京都で聞いてたの。いやいや、沖縄に来てからですけど。あ、沖縄来てから。あ、そう。そうですね。うん、うん、来てからですね。ね、46年前にもう亡くなられてるんですよね。ね、うん、そうなんですよ。だから生で見たっていう人もね。もうほぼいないよね。確かにね、うん。46年前だから、そうだね。60の人も見てる、見てないな、ギリギリ、ギリギリ覚えてるか、ねね、まあ、70代ぐらいの人だったらね、割とこう、リンボーさんは歯直してもらったらしいですけど、あ、そう、あ、そうなの、 歯を普通に虫歯を直してもらったらしいです、そうなんですか、小さい時、小学校ぐらいの時でしょうね、へえ、そうなんですか、ね、でもこうね、あのお年寄りの人に、うん、ブーテンさんの名前を出すと、うん、みんなこうまず笑ってしまうみたいな、うん、ブーテンさんわかりますかって聞いたらまずくすって笑う、はあ、なるほどね、うん、いや本当にこう、うん、なんか楽しみだね、うん、ね、すごく、はい、まあ、マユのようなこう若い子でもなんか興味持つというかね、はい、まあ、でもマユはほら福祉もこう勉強してるから、はい、その辺からもちょっと興味があるんじゃない、はい、あります、すごく、ね、だから高校の時もなんか笑いはいいっていう風にずっとずっとやっぱその後からメディアとかにもそうやって出てきたんで、ね、やっぱこうやって見直されて、うん、なんか今から世の中に広まっていくっていうのがまたそれも沖縄の人っていうのがすごい誇らしいです、ね、こうやってあの劇場版になってるから、はい、ぜひ映画化にもしてほしいよね、ね、うん、なあ、これのまた、そしたら俺見知らぬアメリカ役でこう出てくるからさ、この格好って、ああ歯が痛いですとか言ってよいいかも作ってる、ね、もういやいや、その当時は BC ストリートにはねこう外人もいっぱいいたはずだから、うん、そうですね、ねえ、まあツイキャス来てますよ、うん、沖縄北さん、はい、あ、これはさっき読んだか、あ、これマナカチンラブさんからね、うんうん、初見です、 あ、ね、ありがとうございますね、それから、アルファウィングさん、初見リスナーの皆さんへ、このキャスは沖縄の放送局 FM コザです、この時間帯ではグッドモーニング小座を生放送でお送りしてます。こんなやつ、ほら、すごい解説までしてくれるね、アルファウィングさんね、うん。ありがとうございます。素晴らかしいやつさ。もうね、本当にパーソナリティがええ加減でございますから、みんながリスナーの人たちがこうしっかりしてくるというね。僕はそれ狙ってるのよ。あ、そうなんですか。そう。僕がええ加減だったら、こう、リスナーがしっかりしてくるから。ね、あ、これはちゃんとしないといけないんだっつって、そうだったんだ、そうだよ、僕はこれを狙ってるんだよ、はあ、ね、皆さんありがとうございますいいチームワークですねいいチームワーク ね、リスナー含めて ね、まあ、こう皆さんと一緒にこう番組作りしているのが FM コザでございますので、ね、よろしくお願いします、はい、今こうスタジオの前ではね、山内さんがこう取材を受けてるんだな、琉球新報に、はい、何悪いことしたのかな、悪いことしたから、決めつけるんですか、なんか社会面一面に乗るような
FM 講座の山内局長を捕まるみたいな、ではないのかな、失礼な、大丈夫かな山内さん大丈夫ねえ、まあ、あの一流記者の子をね、取材受けてるんで、まあこうね、いい取材内容になってると思うんですけどね、うん、ありがとうございます、はい、沖縄北さん素晴らかしいとほら言ったらありがとうございますね、うん、そう素晴らかしいんですね、こんな感じね、いやでも本当にね、マヨもほらこうステージにね立つことこう多いと思うんだけど、はい、MC でこうお客さんこうちょっとこう、やんわりとこう、まあ、会場の空気をつかむというのはこう、うん、はい、お笑いってとっても大事と思うんだけど、そうですね、挑戦したことある？ないんです。ない、司会やってみたいんですけど、やってみたいけどそこまではできない。そうなんです、だけど、うん、ちょっと3月にそういう話をいただけそうなので、うん、マジ？あ、そう、はい、今だからまた本を2冊買って、ウリヒア、喋る勉強を、うん、そう、あなたここで現場でこう練習しないとダメよ、はい、本を読んでるだけではね、こういわゆるこう知識は増えるかもしれないけど、そうです ね、やっぱりこう、うん、スティービーさんの喋りがすごい勉強になるんじゃないですか。あ、そうですよ、ウリヒア、はい、あんたいいこと言うね、ゆきさんね、あんたいいこと言うねすごい、もう褒められ慣れしてないからさ、スティービーさんね、照れてる、うん、ね、いやフェイスブックでさ、スティービーさんは面白い人ですって、うん、もう何が面白いってこう書いてくれればいいんだけど、スティービーさん面白い人です丸って終わってるからさ、何なのっていうね分かる人には分かる、分かる人には分かる、あ、そう、あ、ツイキャス来てますよ、アルファウィングさん、山内局長ね、沖縄北さん、スティービーさん、山内さんが記者会見してるってことはスタッフさんが何かやらかした、あは、もしかしてそのたんが、あー、そのたんもやりかねないよなねえみんなそのたんはね、今日事件を起こしました。あ、そうなんですか。ね、その弁護作り忘れた事件その弁って知っている？自分で作って、そう、そのたんはね、毎朝こうお弁当を作って、はい、おはようその弁っていうのをやってるわけ。あ、そうなんですか。そう、今日の、うん、朝のね、大勢、はい、で今日のこうお弁当をこう写メで撮ってね、うんうん、おはようその弁っつってこうやってるんだけど、それをこう楽しみにしてる人もいるわけさ。なるほど。今日はチキンのお弁当なんだ、あ、今日はお肉なんだ、あ、今日ゴーヤーなんだっつってこう、楽しみにしてる人がいるので、うんうん、今日のその弁はお休みですってね、こう律儀に今日帰ったったな。そうそうそう、帰ったんだろう。ムーチー300個作って疲れたのかな。ムーチー300個作った疲れた事件。分かる。ああ、それをこう取材してるのかな。それはない。ねえ。沖縄市ニュースなさすぎだ。平和ですね。平和だよな。もうだけどほら、犬ちゃんのさ言ってたこう、うん、ね、うん、林助さんがこう。はい、背中でこう三振こう引いたりとかっていうのね、お叱りを受けて、最終的には小座だからいいかってこう許されるっていう、この街のこうね、環境っていうのはいいよね、いいですよね。いや、犯罪を許したらダメだよ。だけどこうこれってさ、こう多文化共生なんだよ。いろんな考え方の人がいる、いろんな生き方をしている人がいる、ね、いろんなこう趣味思考の人がいる、いろんな容姿の方がいる。それでもあなたのことを認めて、私のことも認めて ね、お互いこうやってこう楽しく生きていきましょうよっていうのがこう多文化共生というね、いうことなんでね、やっぱそれはこう、やっぱこうね、小座の町ではこう本当にずっとできてたのかなと。そうです ね、小座大統領のテルリンのね、うん、言ってるチャンプラリズムですね。はい、チャンプラリズム、あのね、これ僕ラジオでまだ話したことないんだけど、うん、ゲート通りってあるでしょ、はい、小座ゲート通りね、一時空港通りって言ってた時もあるんだけど、うん、そこはまあいわゆるゲートストリートって、もういわゆるこう外人さんとかね、はい、こう嘉手納基地の第二ゲートの門前町っていうストリートっていうことでね、はい、やっぱいわゆるこう、外人さん相手の軍人軍属相手のこうバーとか、はい、ライブハウスとかね、そういったこうキャバレーとかっていうのがこう軒を連ねてて、うん、こう自然発生的に出来上がったんだけど、うん、そこのこう通り会のさ、はい、歓月会っていうのが今からもう15年ぐらい前かな、うん、ぐらいかな、僕今19歳だけどね参加してでさ、はい、バーベキューをやるわけ、はい、歓月会なんだけどね、うん、で参加者が 2,30 名ぐらいかな、はい、
で、まあ 2,30 名だったら鉄板一つでこと足りるんだけど、うん、鉄板はね3つあるわけや、うん、さあここで問題です、うん、なぜ鉄板を3つにする必要があったんでしょうか。これはゆきちゃんも考えてもらいましょう。シンキングタイム。チッ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 豚を食べてはいけないところ、ここは牛を食べていけないところ、はい、なるほど、というところをこうね、こう宗教上のものをね、すごいでしょ、うん、もう多文化共生という名前がない時代からコザのゲート通りでこうやっていた。だからね、ゆきちゃんも多分この町に来て感じたと思うんだけど、うん、通常こうカテゴライズされてるのね、町っていうのは、うん、そう例えば横浜中華街とかね、うん、はい、あるいはあのなんだ巣鴨のこうね、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんの銀座と言われる、はい、まあ大体同じようなカテゴリーのこう、うん、あの商店とかがね軒を連ねてるんだけど、うん、ここはもうインド人の人もパキスタンの人も、うん、何あのアメリカ人も中国人も台湾人も、はい、いわゆるこう国としてはこう仲違いをしている、うん、ね、あののはあっても政治上ではね、はい、でもお互いがこうあのお隣さん同士っていうことで、うんうん、お付き合いをしてね、うん、やっているって。いいですね。すごいよね。なんか認め合ってって。そう。ね、素晴らしい。こうね、はい、やっぱり皆さん認め合いましょうよ。うん、ね、もうあのムカつくっつってね、こういうのもあると思うんだけどさ、まあでもこうちょっとこうね、まあでも自分もムカつくって思われてることもあるかもしれないから、うん、ねということで、あ。もうここで、君にうがなびらがいい感じで流れてきたね、はい、アルファウィングさん、園子さんの手作り弁当毎日 Facebook に上がってる写真で楽しんでます。わあ、ね、園ちゃんだから手抜いたらダメよねえ、まあ、手抜いてるわけではないと思うけど ね、無知300個も作って、ね、そうそうそう無知300個でね、うん、こうあの四十肩じゃならぬねそういうのでこう上がらなくなったかもしれない皆さん、その子さんのことも思いはかってあげましょう。ね、さあ、ということでね、あっという間の60分、地域情報バラエティ番組、グモニコザ、略して GMK、今週はこの辺でお別れになりますよ。はい、また来週ね、元気よくね、お届けしたいと思いますのでね、皆さんよろしくお願いします。それから31日ね、銀天街でね、あの、屋台祭りやるそうですよ。ね、森なんかも頑張るそうでございますんでね、新京の子、かなめさんとかね、神山さん、頑張っていただくということなんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、今日のお相手は私ミスタースティービーと、それからはいユキと、はい、金子舞でした。また来週お会いいたしましょう。さよなら。その他の責任重大いかこ笑い。ありがとう、沖縄来たな。